はいどうも、鈴木悟です。今週も始まりました「Take It Easy チャンネル」。今回はですね、 DM をいただいている中から「私の減量の仕方を教えてください」というものがありましたので、今回は私の減量の仕方についてお話ししていきたいと思います。それではどうぞ。はい、私の減量の仕方についてということなんですけども、栄養のことなどしっかりお勉強されてる方からすれば、はっきり言ってめちゃくちゃだと思います。しかし私ももう何度となく、だいたい試合前は時期にもよるんですけど、8キロから12キロの減量をしていたので、私流のやり方というのが確立してしまっていたんですね。そこを確立するまでには、もちろん本やネットなどで情報を集めたり、栄養士さんにアドバイスいただいたりとかしていたんですけども、まあハマるものがなかった。全然うまくいかなくて、結構減量に限らず私的な思考としては、理屈じゃねえんだよっていうところがいろんな場面で実行されているんですよ。なので減量も理屈じゃない部分でやってきたところがかなりあると思います。まず何をしていたかというと、とにかく食べない。丸1日食事をしないのは当たり前。たまに2日食べない、調子いいと3日食べないみたいなことをやっていましたね。これなんか絶対ダメみたいなことすごい言われたりとかするんですけど、逆にこういうもの食べた方がいいよとか、量を少なくすればいいよとか言われるんですけど、好きでもないものや満腹になるまで食べれない生殺し状態っていう方がよっぽどきつくて、痩せるのにはいいのかもしれないんですけども、これ食べるくらいだったら食わなくていいやとか、少しだけにしておけばいいかなと思って少し食べてしまって、そこの物足りなさを我慢する方がよっぽどきつかったです。なので食べないが本当に多かったですね。それで実際食べないでトレーニングしていると落ちるんですよ。本当に体もすごい変わってくるし、腹筋の出方とかも変わってくるし、そうなってくるとより楽しくなってきて、モチベーションも上がってきて、減量がうまくいくんですよね。やっぱりよし始めようって決めたら、一度きっぱりと食べるのをやめてしまって、落ちてくる過程を見ることでモチベーションを上げて減量をしていたというところはありますね。食事をしないと言っても全く食べないわけではないので、丸1日食べなかったら翌日は1食食べるとか、そんな感じでとにかく食事の量を減らしてました。そしてその時食べていたのがやはり肉なんですよ。ということで、炭水化物を減らすというのも減量中は意識していました。これはやっている方も多いと思うんですけど、絶対ダメっていう人もやっぱりいるんですよ。それは最初に述べたように、理屈じゃねえんだよっていう気持ちでやっていました。実際私はご飯とかを減らすと体重が落ちていたんですよね。そして気持ち的にも糖質制限ダイエットは好きでした。これ糖質制限ダイエットがすごく流行った時期ってあるんですよ。その時に少々疑問に思っていろいろ調べていて、糖質制限を進めているお医者さんが書いた本と、糖質制限をやめろと言っているお医者さんが書いた本、両方とも読んだんですけども、双方とも己の言い分があって、結論正解が何だか分かんなかったんですよ。なので自分がいいと思う方へでいいやと思い、私は糖質制限すごく性に合うのでやっていましたし、現在もそんなにお米やパスタなど炭水化物に執着がないので、食べたい時は食べますけど、食事の時は必ずご飯がなきゃダメなんていうことが特にありませんね。他に減量法として気にしているのは塩分ですね。とにかく塩分を少なくするということが減量にはすごく役立っていました。私のジムの会員様で痩せたいって方が多いんですけども、そのような方たちにはよくお話しするんですけど、私がボクサー時代に試合前で減量していて、もう疲労と空腹でどうしようもなくなった時であるんですよ。これはもう試合どころじゃないぞと、軽量までトレーニングし続けられるかもわからないような状態になるぐらい、空腹もそうだったんですけど、食事をとっていないから体が回復していない、疲労が抜けていないっていうのを、私の感覚なんですけど、ものすごい感じてしまって、これまずいぞと思ったんですよね。その時に今日は腹いっぱい食事しようと思ったんですよ。計量に間に合わないかもしれないけれども、こんな状態でトレーニングしていたら試合どころではないし、それまでの間に怪我したり、もうなんか力尽きるんじゃないかなと思うぐらいの状態だったんですね。そして友人に連絡をし、しゃぶしゃぶ食べ放題に行ったんですよ。もう肉を腹いっぱい食ってやろうと思って、食べ放題のお店がいいと思ってしゃぶしゃぶに行ったんですよね。そこでほんと腹いっぱい肉を食べたんですけど、翌日太っているどころかちょっと減ってたんですよね。いや、これは驚きました。何をしたかというと、もう20年以上前なんですけど、昔しゃぶしゃぶってただの熱湯で肉をこう湯がいてたんですよね。なんですけど、その時行ったしゃぶしゃぶ屋さんが、その湯がく熱湯が昆布とか入っててだし入りだったんですよね。そこでポン酢やごまだれ用意されてるんですけど、それらをつけずにその鍋のだしで湯がいたそのまま食べてたんですよ。まあすごい美味しくて、それが逆にポン酢とかごまだれとかつけるより全然美味しくて、普段食べる量よりも多い量の肉を食べたと思います。それはもちろん空腹だというのもあったんですけども、ポン酢やごまだれなどのつけだれでお腹いっぱいになってたんじゃないかなっていうのをすごい感じたんですよ。あ、俺今までタレ食ってたんだなというのをすごい実感して、本当に素材の味というのに気がついた瞬間だったんですよね。なのでもりもり食べて、お茶碗1杯ぐらいご飯も食べたんですけど、翌日多少痩せてたというのが驚いたんですけど、これが私が減塩というのに本気で目覚めた瞬間でした。考えてみても、素材の味が分かって美味しいし、塩分の摂りすぎって病気まっしぐらじゃないですか。なので体にいいことはないし、痩せるしということで、いいことしかないなと思ったんですよね。私の減量で意識していることをお話ししてきたんですけども、炭水化物を制限するとか塩分を制限するとかいろいろお話ししましたが、これひっくるめると食べないのがどちらも制限していることになるんですよ。なので食べないをやっていたんですけども、そんなにきっちりはやってないので、糖質制限、炭水化物を取らないようにしましょうなんて言っても、すごい細かくこれはダメこれはダメってこう仕分けするわけではなくて、目に見えて、あ、これ炭水化物だなって分かるものを弾いていただけなんですよね。塩分も分かりやすいのは、料理が出てきてその料理に対して何かをかけないということです。ソースかけたり醤油つけたりマヨネーズかけたり、そういうことをしないだけでもかなり減塩になるので、私は現在もそうしています。はい、今回は以上になります。この動画面白かったなと思ってくださいましたら、チャンネル登録やグッドボタンの方よろしくお願いいたします。今回は私の減量についてのお話だったのですけども、そのような私に対する疑問質問や、あの試合はどうでしたかなどの試合解説、あの選手はどう思いますかなどの選手の分析、格闘技に関するテクニックや疑問などございましたら、 YouTube はもちろん Twitter、Facebook、Instagram の DM までメッセージの方よろしくお願いいたします。皆様のメッセージが励みになります。皆様のメッセージで動画が完成しております。今後ともよろしくお願いいたします。それでは次回の動画も楽しみにしていてください。鈴木悟でした。